どうもどうも、白玉です。今回遊び場に持ってきたのは、こちら。緊急レバーマスコット3。緊急ブレーキ。線路の切り替えレバー。脱出ボタン付き操作レバー。湖上の壁面レバー。工場の機械操作レバーの5種類。販売元は J ドリーム。普段の生活では触れる機会すらない緊急用レバーを実際に触って遊べるガチャガチャになっております。なんだかドキドキしますね。早速遊んでいこう。まずは緊急ブレーキから。おー、エマーゼンシーって書いてある。緊迫感半端ねえな。僕が止めなくちゃならないんだ。うわー、時が止まった。レバーの感触はワンクリック、ツークリック、カチッカチッと動作します。わっしょい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 。お次、線路の切り替えレバー。わーお、これ線路の分岐んとこにあるあのでっかいレバーでしょ。そんなお手軽に動かしちゃっていいの？いいんです。線路切り替えよーい、ゴー。こちらもレバーの感触は1、2、2クリック、左右に動きます。なので反対側から反対側までは1、2、3、4クリック。オラ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 。実際はこんなバカすかやれないですけどね。これができるのが醍醐味よ。お次、脱出ボタン付け操作レバー。あれ、なんか髪の毛ついてない？レバーに髪の毛生えとる。抜いてあげて。誰の髪の毛これ？はい、ご覧ください。蓋を開けると脱出ボタン。こんにちは。あなたは何からエスケープしたい？辛い現実？もちろんボタンも押せちゃいます。感触は軽めですね。蓋を開けてからのボタン押しでレバーを引く。レバー引き以外に2アクション挟むのが心をくすぐりますね。カパッピッカシャンってね。たまらん。湖上の壁面レバー。おお、この形 RPG とかで見たことあるぞ。門が開くのか、どこかの仕掛けが作動するのか。これもちょっとワクワクするレバーですね。ひよーガコ。今までのはカチカチっていう感じでしたけど、これはまたちょっと違うクリック感。上から下まで1、2、3、4クリックです。あ、ちなみにここはくるくる回ります。よーし、ローラー大作戦だ。ラスト、工場の機械操作レバー。工業関係のお仕事されてる方なんかは似たようなものを触り慣れてるかもしれないですね。ここ、版画のローラーに見えるのは白玉だけ？安全第一、稼働開始！これは上から下まで、ワン、ツークリック。一番滑らかに動くかもしれませんね。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。あ、これ一番気持ちいいかもしれん。コート WC 確認。これより警戒態勢に移行する。手順を間違えるな。洗浄機能正常値。電力確保。問題ありません。いけます。よし、コード WC 作動。いかがでしたでしょうか。全部並べるとなかなかの迫力。そっと置いといたら絶対触りたくなるよね、これ。皆さんだったらどれが欲しいですか？それでは次の遊び場まで。またね。